あっつい。熱帯の島で防寒スーツを着込んでるようなやつだよ。なら遅かれ早かれおかしくもなるって。まあ今は冷凍庫がそばにいないからね。いきなりですが、ここで問題です。レビアタンは普段誰のそばにいるでしょうか。ピンポーン。あ、ほらビーザルの力って冷凍庫みたいに冷たいじゃん。そんなやつのそばにずっといたってのもあるしさ。だからどんだけ温度調節機能が働いてても精神的には熱く感じちゃうってところじゃない。私たちの体は人間とほぼ同じよ。だからそうなる可能性も十分あるわ。てかさ、大げさに捉えすぎじゃない？少し木陰で休めばよくなると思うけど。心配しないで、アドミンさん。私たちがいるんだし、きっとどうにかなるよ。あ、海に放り込んでみるってのは？仮にもレビアタンなんだし、溺れることはないと思うけど。泳げば涼しくなると思って行ったんだよ。まあ、あの様子じゃそれも無理そうだけど。そういえば昨日スカディさんの手伝いをしてた時、冷蔵庫からヨーグルトをいくつか取り出したよね。実はさ、以前超激辛の鍋を食べてた時、口の中がすっごくビリビリしちゃってね。その時にヨーグルトを食べたら一瞬口の中が爽やかになったんだよ。え？そうなの？それとヨーグルトのことはもう忘れよう。あの冷蔵庫は真っ先に浸水したやつだし、その中にあったものなんて絶対ろくなもんじゃないよ。もし口にしたら後悔だけじゃ済まないだろうね。いやー、船は行けるけど冷蔵庫は専門外だよ。でも私のアクセスキーには冷凍系の機能がついてるし、少しいじれば代わりくらいにはなるかも。わかってるって。とりあえず試しにやってみようよ。
ングルの奥にあった湧き水といくつかの果物を使って作ってみたの。暑さを和らげるには体内のイオンバランスを整えることが重要だって聞いたことがあるから。見つけた果物の中にはそういう効果を持つものもあったし、取ってきて大正解だったわね。あ、メルちゃんたちの分もあるから遠慮せずに飲んでね。熱中症になったら大変だから。重症の原因になることだってあるのよ。それにレビちゃんは一人で部品探しをしてくれているのだし、多分プレッシャーを感じちゃってるんじゃないかしら。それなら変に突っかからない方が良かったかな。私たちもレビちゃんに負けてられないね。明日こそ部品を見つけられるよう全力で頑張ろう。天気ちゃん、この子はあの時できるって言ったなら私はその言葉を信じるよ。それに指示をコロコロ変えるようなやつは船長失格だしね。私が言ったこと真に受けてるし、たっこ